オーストロアジア語族の分布ベトムオン語群は、インドシナ半島のベトナム、ラオス等で話される一群の言語で、オーストロアジア語族モン、クメール語派に含められるが、独立の語派とすることもある。競技には、特に近いベトナム語とムオン語だけを指すこともあり、これ特別する意味で、ベトナムアンラン語群とも言う。ベトナム語が最も有力であり、ムオン語のほか、クオン語、チュット語など、 ベトナム北部やその周辺に住む少数民族の言語がある。ベトナム語と無音語はいずれも単音節語根の成長言語である。この性質は周囲で話される対処語や中国語と共通し、これらの影響によるとも考えられる。両者は半数以上の語を共有し、10世紀前後に文化したと考えられる。ベトナム語には漢文からの借用語が多いが、 無音語には少ない。その他の言語もベトナム語と同根の基礎語を有するものの、その形は大きく異なる。例えばチュット語等では、CVCVC の弱境に音説からなる語根が残り、成長はあまり発達していない。これらは祖語の性質を受け継ぐものと考えられており、ベトナム語をオーストロアジア語族に含める説の根拠となっている。クオン語等では、 脱落傾向が C が c v c v c コンが残り、この第一音節が無音語では消失して CCVC となり、さらにベトナム語では後藤二重シーンや一部の小松シーンが脱落している。このような短縮に伴い成長が発達する傾向が見られる。ありがとうございます。